日は会派代表質問を行います。この際お願いいたします。動きのことが必要となっております。西根病院について、西根病院の在り方検討委員会で論議をしていただき、平成23年度から始まっている後期基本計画の中の検討した内容を伺う。八幡平市総合計画後期基本計画におきましては、地域医療の拠点づくりとして充実した医療体制を整えるため移転新築計画を推進するとされております。西根病院は昭和50年に新築され、すでに37年経過し、老朽化が進み、また建物の一部に耐震強度の不足が指摘されているところでございます。従いまして、総合計画後期基本計画にある通り、移転新築計画の具体化を進める必要があると考えており、現在西根病院在り方検討委員会において施設整備についてご議論をいただいているところでございます。市長は施政方針演説におきまして、本市の財政状況は合併以降大幅に改善し、将来像である実りと光の大地の創造実現に向け、5つの重点施策、定住化の促進、一次産業の生産力向上、大武家駅周辺のにぎわい創出、合宿の里づくり、滞在型観光の推進を積極的に推進していくと述べられました。都市計画道路大武家駅前線整備線街路整備検討会が24年9月から今年2月まで計4回開かれ、沿道整備街路事業の仕組みや移転保障の考え方などが権利者に説明されたということを行っております。平成17年10月に新市八幡平市の初代の市長として就任をさせていただき、八幡平市総合計画前期基本計画を策定し、各種事業を積極的に推進をしてまいりました。その間、政権交代という大きな流れも大きな変化もございました。そういった変化を柔軟に取り入れながら、その時その時の政策展開も図ってきた、そのように考えております。まちづくり環境整備基本計画における都市計画道路大武家駅前線、大武家駅西口駅前広場整備に取り組むことといたしております。合宿の里づくりでは、中山陸上競技場の全面芝生化や上寄木グラウンド階段整備等の受け入れ側としての環境整備を行うことといたしております。平成23年5月に八幡平市議会では現在の状況で問題になっている部分をデジタル化の移行に伴って、そのデジタル化のメリットとしてどのような解決方法を想定されているのか、災害時の避難所にも市役所と総合通信できる無線機が配置できること、電話回線が切断された場合や携帯電話の通信障害などが起きた場合でも確実な放送を行うことができるなどが挙げられます。防災行政無線の屋外拡声器からの放送は豪雨など風水害時には聞こえにくいため、室内や車内で聴取可能なラジオは地域情報の発信収集には有用であると思われます。またコミュニティラジオには市販の FM ラジオが使用でき、価格が安く持ち運びが可能、電池でも使用できるなどの利点がございます。例現実には具体策として大まかに、むしろ触れられなかった体罰の方が連日テレビ等で報道され、スポーツ関係者において、学校スポーツ関係者において大きな社会問題となっております。学校の授業やクラブ活動を含めた指導の中で
問題が発生していない、ないかなどの調査をされた、されましたでしょうか。県教育委員会からの指導助言を受けながら厳正に対処してまいります。またこれまで市内教職員が体罰を行ったというような事案は発生しておりませんが、体罰による指導は絶対行ってはならないという指導を今後も徹底してまいりたいと存じます。